はい、マノチです。よろしくお願いします。クロスキーパーズやっていきましょう。グレートサイヤマンですねのイベントが来ましたね。グレートサイヤマン倒していこうぜ。強いのかな。ただあんま必殺技が魅力感じないんだよね。控え以外全員に当たる必殺技ってのはやっぱ魅力的だけど、そうじゃないじゃんグレートサイヤマンって。そこがね魅力を感じないんだよな。ご飯ガタいいな。こうやって見るといきなりボス戦か。ビーデルとグレートサイヤマンでしょ。グレートサイヤマンが力属性だっけ。でビーデルが、即属性か。てかご飯強いよねこの少年期のスーパーサイヤ人2のご飯。めちゃめちゃ強いよね。頂点突破せずとも強いっていうのがすごく魅力的。どうしよっかな。まず18号でしょ。あともう一人なんか即属性のキャラ、セルとか連れていきますか。セルに、セルのソウルつけて、これでいけんじゃねえか。あれどこ行った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 。これでいけそうだけどね。これでいきましょうか。よし頑張ろうぜ。グレートサイヤマンを倒したら何でしたっけ、元気玉ガシャやって終わろうかなと思います。元気玉ガシャね楽しいよね。お任せでいいんじゃないでしょうか。ちょっとほっときましょうか。あこれやられるな。まずいか。動かします。あ、はい、オッケー。あ、まさか、まさかの、なんか説明が入ったぞ。いらんって分かってるって。オートきつかったな。オートだったらやられてた気がするな。グレートサイヤマンは手に入らず。まあちょっとねこうぐるぐる回って、まあ作るは作るけどね、あんまり俺の中では魅力を感じないキャラかな。元気玉ガシャいきましょう。で元気玉ガシャの中身って判明してんのかな。スーパーサイヤ人2のご飯とか出んのかな。出てほしいんだよな。頂点突破したいんだよな。特に当たりはないかな。まあこのヤムチャは嬉しいかな。ヤムチャは頂点突破し強くしたいから。なんか Z ランクあたり来んじゃないの。つるわかんねえ。魅力的なのかどうかも知らない。多分使わないと思う。鶴仙人の Z ランクソウルっていうのはもう全然性能知らないけど、どう だいぶ前だよねきっと。おそらくね、めっちゃ出てくるし。めっちゃ使ってと言わんばかりに鶴仙人出てくるしな。お Z ランク来い、キャラ来い、キャラ。ご飯かブーあたり来い。もう今日続きますね。続きます。随分続きますね。なおらに元気はくれ。微妙です。おお続くな。随分続くな。だからといってなんかすげえいい当たりを引いてるわけでもないんだよな。あーまあまあまあ嬉しいかな。もう現状今作れないから俺が嬉しいかな。まあ頂点突破。何これすげえ続くね。えらい続くね。
グレートサイヤマン戦より長いんじゃない？な、オラに全身分けてくれ。はい。まあ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 の結果だったんじゃないですか。強いのかい海王神は。うわ、たった5秒かわ。マイナス 80% は魅力的だけど、たった5秒か、たった5秒ってなんだろう、コンボして一発目に海王神を持ってこれば、2人目以降はちょっと、まあ、かわされることないとかか。ただそもそも2回連続でかわすとかないからね。必殺技の回避とは別か、回避マイナス 80% って。まあ、どっちにしろわからん、なんかあんま魅力を感じないですね。よし、では、終わりましょうか。まあ無事に、はい、グレートサイヤマン倒せました。オートで回すにはきつかったかなって感じでしたね。では、終わりましょう。終わり、バイバイ。